ん？何かあればメンションかけてください。あ、オッケーオッケーオッケー。工場か、結構きついぞ。で、相手のサバイバル。やばいって。ね、もう、骨董商じゃん。マジかー。工場だけでも苦手なのに、苦手増えたっていうか、僕が一番恐れてた編成来ましたね。あー、なるほど、なるほど。ま、これどうしようかなー。これトーナメント制なんですよ。皆さんやっぱり配信長く続いた方が嬉しいですよね。よし。これはあんちゃんに行きます。できれば僕も、ピエロ使いたかった。ピエロ使いたかったけど、さすがにこれは無理。いや、まさかだったね。まさか。骨董商4パだとは思わなかったな。でもね、あんちゃんは結構強いから骨董商に強く出れるキャラなんで、まあ、猫外したら終わりなんですけど、ちょっとこれで頑張っていきたいですね。よし、頑張るぞ。あ、見えた。骨董商見えたね。いた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 。で、工場ロックだから結構ね、お散歩にはなると思うんですよ、普通に。あ、安定で行きたいね。よーし、このまま持ってこう。左右か？あ、左右なんだ。開かないって分かっただけでも結構嬉しいな。やっちゃいけないことした。やっちゃいけないことしちゃいましたね。うー、ずる。2、1。よいしょ。オッケー。結構ショーも使ったでしょう。ショーも使ったでしょう。あとは鬼没待ち。あー、なるほどね。だからか。だからそう言ったのね。まあ、距離離すと思うから、板はね、割ってちゃダメ。まあ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 、これはちょっとタゲチェンはないでしょう、さすがに。そんなに？あ、そんなに言ってた？まあでも、巻き込みがあるから、カイドカまだ回ってないと信じたい。で、上がったのが、カラスね。上がったのカラス。で、鬼没があるから、ちょっと鬼没を、これ、外したくないね。よいしょ。OK。よしよし、鬼没温存できたのでかい。で、あと3板と小屋ね。3板と小屋が回ってて。地下回ったけど、こっちでいいかな、あんちゃんは。あー、地下でもよかったかな。でね、そこにいるのさっき見えてるから、ちょっと。だいぶ早めに。おお、そっか、こういうことできちゃうんだ。何秒間？こんなに殴れないの？1、2、1。でかい。いや、まあ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 、工場ね。安定でいこうかな。多分ね、引き分けは取れると思うんだよね。3板上がる。で、カラス置くと新規1台でしょ。で、3板から救助の南が上がればって感じかな。これ救助狩りできたらすごいんだけど、できるかな。いや、あんちゃんの救助狩り結構厳しいからね。オッケー。これよーし、でかいでかいでかい。危なっ。やばいやばいやばい、ちょっと危な。もう変な声出た。いや、これは飛ぼう。変な声出たよ、もう。怖っ。
どんだけ吹っ飛ぶのそれ。もう焦ってボタンカチカチしちゃってる僕。怖っ。これ南寄せれたら勝ちあるな。全然一人ダウンしてるでしょ。あ、一人ダウンここか。一人ダウンこれだ。で南寄せる。いや本当やめて本当。僕コットショいるのにさ何も振ってないよね。そういえば南ね、南の奥かな。あれどこ行った。ああどこだ、全然わかんないな。え、工場新規で回ってるか。お、これせかせたらでかい。あ、でかいでかい、あるよ。あ、やば。やば。でも4割超えて。オッケーオッケーオッケー、4割超えた。どっち？こっちだよね、さすがに。ピア効果発動してたでしょ。どう？上がらない？じゃ勝手なもの振らないで。21、これゆっくりでいいからね。ゆっくり猫つけて。うわー、ちょっと待って、え、そんな早い？待って負傷してる方ね、こっちか。いやでも骨董車ゲートが遅いから。え、なんかさ今ストーン事故短くなかった？そんなことない？で飛び、いやーこれねー、あっちゲート開けてないと思うな。青く絶対警戒するんですよ、やっぱ上手い人たちだから。飛んでくるでしょうって言って、で2人とも中間してる可能性があるんですよ。でも飛んじゃう。でも僕は飛ぶ。ほらほら言った。ほんとバカだよね、何やってんの。でもまだね間に合いはすると思う。だって骨董賞、いた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 、よーし見つけられた。なんか、え、あ、そういうことね。今なんか影なくなったなと思ったら、そういうことか。よし、いいんじゃない？スタン時間大丈夫でしょ。よーし、オッケー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 。これはいけるんじゃない？地下に釣っちゃえば。まあ一人はちょっと釣れないけど、なんとかいけるんじゃないかな。いや、さすがに救助は来ないでしょ。でも一人ケイタさんなんだ、これ骨董賞。ケイタさんと多分ね PC で当たる方々ですね、普段サバイバル。そんな相手と戦わせないで。なんとか勝てたけど、もう途中だいぶしんどかったですね。あーよかった。OK、 とりあえず工場はねあんちゃんでいてよかった。僕ねこれピエロで言ってたら大変なことになってたと思う。よし、で僕のお気に入りの衣装でいきましょうか。お気に入りの衣装でいきます。これでいきましょう。でどうしようかな。工場はそもそも追えない。工場ロックして、工場ロックして、シンポジに行って南チェイスをさせて、南の糸全部割ってから一撃入ったらいいなっていう感じでいきましょうか。よし、頑張りましょう。頑張ろう頑張ろう。あ、待って、ボイチャ出ちゃってる。 OK、 観光車最初に磁石2個でしょ。ピエロじゃない、磁石2個あるから。もうねこれガッシュ使っちゃおう。で推進機取りながら行って、で止められた後にもう一回推進機で行く感じで行こうか。え、でかすぎでかすぎ、いやでっか、いやでかすぎる、これやばいやばい、未来変わったかも。で推進機はね絶対後々必要になるから、もうおう、これ鬼没たまるまでね待てばいいから、鬼没たまるまで待とう。これ左右なのか、さすがにフラフだと思うけど、あ、フラフだね。よしよし。いや、ピエロのね、この初動はいいよ。悪くない、悪くない。もう舐めてちゃダメ、これ。で、閉鎖もあるからぐるぐるもできないんで。で、距離さえ詰まっちゃえばいいかな。
ラホ。よーし、オッケー、鬼没残せたのでかすぎ。で、炭鉱者がちょっと三板にいるからこれ嫌だね。はい、ここ釣りましょうと。いや、これね、これほどいい書道ないと思う。三板から来てる、カラスか。カラス南だね。カラス南、三板。で、できれば、これね、あんまり突っ込まない方がいいんですよね。吐くなら吐くでこうして、で、カラスから来てるか。あー、そういうこともできちゃうんだ。こっから来るよ。来るよ、炭鉱者が。くっ!こしゃくな!でも大丈夫。獣を振ってるからね、僕は。そっか、獣を振ってる。これでちょっと。よーし、オッケー!でかい。ちゃんと射程を理解してる、偉い。一人飛ばそう。よいしょ、いいよ。鬼没ね、どうせちょっと使えることがないから。で、これは磁石を使わせよう。磁石を使わせる。これでいい、これでいい。でもないでしょ。何個あるのそれ。やばいなこれ、起きられちゃうな。次スタン食らおうか。スタン食らおう。お、おー、しょ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 。いや、何個あるの磁石。ほんとに。うますぎ。この。よーし、オッケー。で、トンネルトンネル。回路かまだでしょ。まだいる、もしかしてこれ。耳鳴り。なんかここで下ろせば確率。あれ?下ろせなかった。でも、これで大丈夫。これでない。回路回ってるのこれ。工場か。工場回ってる。けど全員負傷してるから救助は来れないんじゃない?で、そこにいるのが起きたね。岸川入ったね。岸川入ったのがどの炭鉱者だ?で、ダブル級しかこれ来れないから。もう。で、磁石もそんなにないと思うんだよ。キャンプで行きましょう。そんなにないでしょ。もう。一個とか。二人で一個ずつとかでしょ。さすがに見捨てかな。見捨てになりそうだね。オッケー。よーし、でかい。いや、いいよいいよ。で、ここから守りきれるかどうかだね。でも全体の負傷は結構あるから、これね、あるかもしれないね。ここでしっかり見つけられたらいいんだけど、どこだ?この耳鳴りの感じ、ここら辺に絶対いるんだけど。あー、そこか。そこはちょっと無理だな。シンポジの方までもう流れちゃおうか。シンポジいる?シンポジいない。小屋もいないのか。あ、いたいたいただ。サンイタにいるね。いや、これはさすがにカラス奥が回っちゃうから、カラス奥行こうか。よーし、オッケー。カラスオークのちょっと暗号機じゃなくて、椅子はもう使っちゃってるから、こっちだね。できたとしても死に級なんじゃないこれ。あー、これダウンホッチで守り行くのもよかったかな。この人じゃないさっき。岸川入ったの。違うかな。4321。うわー、今読もうとしたんだけどな。あ、これある。上がる?上がったけど、あー、4割は間に合っちゃうか。よーし、ある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 よ。いや、でかー、これ。よし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 、でかいよ。
あるある。でこのね、確かこのキモミミちゃんはまだ騎士化入ってなかったんですよ。だからどうしようかな。ちょっとこれはさすがに救助来るはず。ノーはないの分かってるから。で騎士化よね。あ、救助来ないんだ。じゃあ持った意味あんまないな。南行く？あ、うーわ、開けられちゃった。うわー、なるほど。これやばい。釣れないでしょ。で、ハッチは？ハッチはここなし。ここなしで、開きある？あ、開きもなしだ。工場か。ハッチ工場だ。したら、これどうするかっていうと、鬼没をまず貯めないといけないから、鬼没貯める。18秒か。いやー、これ鬼没溜めてる時間ないな。もうここで下ろす。押して、よーし、オッケー。でかいでかいでかい。ちょっとね、今フラホイメもして、でここハッチだけど、どっちかはゲート行かなきゃいけないから、ゲートから遠いこの椅子でいいでしょう。ちょっと今判断ミスっちゃったけど、よし、勝った。ありがとう、ありがとう。これはね、なんとかいけました。はい、もう見たくない。動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿やライブ配信をやっていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバーイ。